川ダム駐車場に到着です。広い駐車場、出てすぐに金金広場があります。通り広場の中に駐車場、ここは新川湖畔公園。ここまで全然車でも来れそうですね。新川湖畔公園、目の前に、新川ダムが見えます。それじゃあ反対側行ってみましょう。反対側はもう水位が見えないぐらいだいぶ下の方に行ってますね。ここのキャラクターはアラリンというみたいですね。とりあえずちょっとダムの上歩いてみましょう。車でもダムの上は通れるようです。ダムの中腹付近、山側はね、水位がねもう割と目の前にあるんですけど、反対側の海側の方はね、かなり下の方にまで降りてってますね、水が。特産直売所にやってきました。上の展望台に上がれるみたいだ。周りはもう山ばっかり。ヤンバル T シャツ買っちゃおうかな。ヤンバル T シャツ2500円、早速着替えました。高い展望公園にやってきました。駐車場もなかなか広い。波の音が聞こえますんで、ここから絶景の海が見えそうです。展望公園からは海が見えます。まあ、どちらかというと海よりこっちのね、なんかこう山の風景の方がなんか好きですね。高江展望台にやってきました。東屋とかがあるわけではないんですけど、駐車スペースね結構広くあります。先ほどの展望公園の方からそこまでね眺めは良くなかったんですけど、こっちからはねなかなかいい感じの海が見えますね。すごい、なんか海に近いからいい眺め。展望公園の裏にはなんかこう、碑がありますね。高江高校発祥の地、ここに高江高校があったんですかね。福神湖出水口展望駐車場、そこそこ広いです。そこの上の方に福神湖というか、なんか福地ダムというのがあるんですかね。そこからもう水がこう海の方に流れていってるようです。駐車場の方からこうやってこう海が見えます。じゃあ、あの橋の上行ってみましょう。ちょっと歩道はないようですね。橋の上に来てみました。福地ダム、あれが多分福地ダムのようですね。向こうにはちょっと行けないようですね。はい、じゃあ反対側。
方に流れていくようですね。なかなかいい眺め。福知ダム上流の展望駐車場に来ました。駐車スペースもなかなか広い。ちょうどこの真横が福知ダムのねところなんですけど、ちょうど見えないですね、ゲートのところが草木で、はい、こっちなんかちょっと湖っぽいのが見えます。これが多分福上港でしょうかね。あ、福上港。いや、雄大な山々の眺めです。個人的にはこの海と橋の眺めが好きですね。それでは福知ダム上流展望駐車場出発。長浜海岸にやってきました。駐車場もそこそこ広いです。ちょうどこのトイレの上が展望所になっているようです。おお、いい眺め。あ、やっぱすごく海の色いい眺め。ちょうどあの波の手前らへんからね、なんかこう色が変わってね、薄い水色になって綺麗です。ちょっとだけ降りてみましょうか。いい感じの浜辺が見えてきました。あ、誰もいないんで落ち着きますね。あ、ここを降りてくるまでの階段ちょっと急なんで登るのしんどい。長浜海岸出発。ダム湖畔公園の駐車場にやってきました。福知湖の近くですね。このトイレの上展望所になってるんですかね。ここからはどちらかというと公園の周りを眺めるだけのスポットのようですね。多分あそこが展望台なんで行ってみましょう。ここが展望台っぽい。展望台の上からは、あ、福上湖があんまり見えへんな。一部だけ見えます。目の前に長く福上湖が伸びてるはずなんですけど、ちょっと視界があんまりよろしくない。この展望公園の駐車場のすぐ近くに福知ダムの駐車場があるようなので行ってみましょう。福知ダムの駐車場にやってきました。なかなか広いです。この奥が福知ダムのようですね。福知ダムの反対側、うわ、すげえことなってる。ダムでなんか放水やってますね。これが福知ダム。下見るとよく似ない福知って書いてますね、こう植物で。これが管理所の建物のようです。管理所の中は立ち入り禁止ですけど、なんか周りにはなんか遊歩道があって歩けるようですね。ちょっと歩いてみましょうか。これで水位が測れるんですね。なんかすごい形の木が見えてきた。じゃあ駐車場の上のダム資料館行ってみましょう。福知ダム資料館、駐車場も完備です。じゃあちょっと中に入ってみましょう。すごい、各場所のダムの水位が表示されてる。入館無料っぽいですね。誰もおらんかったし。資料館の裏側に展望所っぽいところがありました。ここからだと福上湖がよく見える。あんなところに船が通ってます。遊覧船でしょうか。観光で乗れるのかな。ダム資料館から帰るところですけど、湖が見えて絶景。なかなかの盛況具合ですね。
村村民の森ツツジエコパーク、結構車止まってる。ツツジこの時期は見頃だと思うんで行ってみましょう。うわ、なんかめちゃめちゃ広いっすねここ。めっちゃ人多いんちゃう今日。バルクイナの滑り台、ここ登ると景色いいんじゃないでしょうか。滑り台の上からの眺め、なかなかの絶景。多分ここは一番高いところですかね、この辺りで。ツツジ祭りどっかでやってると思うんですけど、この公園めっちゃ広くてちょっと探しに行く時間がないんでもう帰ります。じゃあヤンバルクイナの滑り台でも滑って帰るか。なんかここら辺は体験型の施設のようですね。目的地は左側です。道の駅サンライズ東駐車場も広い。ここは日本一のパイナップルの村らしいぞ。そう、まだお食事どころ空いてへん。パイナップルで育った豚が食べれるらしい。スナックパインが売られてるぜ。あ、もある。パイトンもカエルっぽい。スナックパインなら手軽に食べれそうだからちょっと買っていこうか。パインフローズン飲みたい。ここに来たらパイナップルをやっぱり味わっておかんとね。うん、キンキンに冷えてやがる。やばい、めちゃめちゃ濃厚。駐車場のすぐ裏は海。駅の裏からええ感じの海岸に出てきた。道の駅の裏は平海岸、すごいいい眺め。ここ景色いいけど誰もいないですね、穴場。お疲れ様でした。東村ふれあいひるぎ公園にやってきました。早速展望台が出てきた。なかなかいい眺めですね。ここあれですかね、カヤックとかもできるんですかね。面白そう。こっから遊歩道伸びてるみたいですけど、ちょっと時間の都合上無理そうなんで諦めます。公園のすぐ裏には共同売店。ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。